が離れ離れになった後のこと？あれからこの山で暮らしていた。あの頃って私たち4歳ぐらいだよね。ごめん、何にも知らなかった。一人ではない、しおりさんとだ。他の子供たちもいた。しおりさん？誰なの？ここはしおりさんが作った半妖の子供たちの隠れ里だ。え、そんな場所なの？あの時私は何もすることもできず、ただ焼け跡のそばにいた。そこに現れたのが。おい、さあ乗るがよい、そこの小娘。どうした？怪しいものではない。さあ乗れ乗れ。覚えのあるようなないような声に促され、私はこの山に連れてこられた。